日は白ぶどうと黒ぶどうについて。前回のおさらいポイントはこの2つです。ワインはぶどうと酵母だけで作られる。水は加えられていない。ぶどうには大きく分けて2種類、黒ぶどうから白ワインという疑問が残ったかもしれませんが、黒いぶどうも皮を剥けば緑色の果実が出てきますよね。その果実を絞ると少し緑がかった果汁が取れますので、これをそのまま発酵させれば白ワインになるということです。一方で赤ワインを作るときには果皮を取り除かずに足つぶし、皮を漬け込んでおくと果汁に色がつくわけです。例えば巨峰を食べるときに手で皮を剥いていくと、果実に若干残る紫色の部分、あそこに赤ワインの色をつける色素が含まれているということですね。今日も一歩ソムリエに近づきました。